こんにちは、グランピーです。グラベルロードいらない説についてというタイトルで、今日はまとめていこうと思います。たびたび自転車の話をしていく中で、今一番こう話題に上がってくる自転車のカテゴリーってなると、グラベルロードというカテゴリーになります。このグラベルロード本当にいるのかなというのについて、なんですけども、そもそもグラベルロードって何かっていうと、まあ、こういった自転車ですね。これここに用意したのはコナローブ DL という、自転車なんですけれども、まずタイヤが太いですね。タイヤが太い自転車と、で車体が重たい、これは総じてですね、他にもロードバイク、ロードレーサーというのがある中で車体が重たいで、まあ、ドロップハンドルのこういう自転車と。で性格としてそもそもが中途半端だと。いわゆるこうオフロードも行けるけどもオンロードも行ける、どっちやねんと。中途半端な位置におると。でこの名前の由来となっているグラベル、砂利がこう続く道ですね、どこにあるんやと。走る場所一体どこやないやないかっていうものが上がってきます。これは自転車のこう話をしていく中で、グラベルロードとは何だって、説明するときにですね、よく、使うんですけども、果たしてこれっているのかなっていう話なんです。で、今言っていったのはこうグラベルロードの、まあ、デメリットだったり正確性だったりするんですけれども、これ実はひっくり返すとすごくいいように思えてくる、実はいい自転車だということがよく分かってくると思います。例えばこのタイヤが太いところですね、普段走るサイクリングする場所って街中だったり河川敷だったり、まあ、広島ですと島を巡る、ツーリングだったり、するわけなんですけれども、そういうところを走ると意外と段差が多いということに気づきます。歩道と車道の段差、まあ、こういう大きな段差はないと思いますけれども、石が転がってたりですね、段差が多い。でそんなところを細いタイヤで行ってしまうと、リム内パンクというタイヤが潰れてですね、パンクしやすかったりすると、そういうところにこのタイヤ生きてくると。タイヤが太いと乗り心地がまず良くなって、そういうリム内パンクというのが起こりにくくなります。で荷物をおそらく乗せることが多くなってくると思います。着替えですとか通勤の時、バスケットを乗せたりと、そういう時にこのタイヤもしっかりとその重さを吸収してくれて乗り心地もよく走れるようになるというふうに考えると、意外とこの僕らの生活の中の使い方にピタッと当てはまってくるのがこのグラベルロードバイクになってくるなというところですね。でまず車体が重いというところなんですけれども、レース用の自転車になるともう本当に指ですっと持ち上がるぐらい非常に軽い自転車があるんですね。僕もレースやってた時によくそういうのに乗ってたんですけども、その軽さは実はグラベルロードってないんですけど、ないって言ったらですね、軽い自転車もあるんですけど、ロードバイクに比べると重たい。でもそもそもオフロード、グラベルロードというガタガタした道を走るように、作られているので、耐久性が良い、要するに頑丈になっているというものがほとんどです。ですのでツーリングタイプによったグラベルロードいろいろある中で、荷物を乗せるのが得意なものがあったり、デコボコしたところ行っても車体がしっかり耐えれるように作られていたりという自転車が多いです。なので耐久性が高くてこう長く使える車体が多いというのは、またこれが普段サイクリングで使う時に
ピタッと当てはまってくるというポイントになりますね。でさっきの何でもできてしまうよというこの中途半端な性格、これも意外と当てはまってくるんです。例えば最初の1台として自転車を買おうというときに、もしかしたらこうゴツゴツしたタイヤをつけてオフロードのような場所を走るかもしれない、走らないんかな、どうかな、でも友達が一緒に走ってたら行ってしまうかもしれない、そういうタイヤ装着できます。で逆にしまなみ海道100キロを超えるようなロングライドに誘われていくかもしれない、そういう時は細めのタイヤででもある程度、速く走れる速度でついていけるようなそういう走り方をするかもしれない。なんで片方にこう振らない専門的なものに振りすぎない自転車でもあるのがこのグラベルロードという、カテゴリーの自転車ですので、何でもこう幅広くいけると。もちろんその専門の例えばオフロード行くのにマウンテンバイクとグラベルロードバイクどっちが走りやすいんだって言われたらマウンテンバイクの方がやっぱり走りやすいんですけども、ある程度それにカスタマイズで近づけることができますよと。逆にロードバイクにカスタマイズで近づけることができますよと。だからいろんな遊び方をして幅広く楽しめますっていうのがその中途半端さの魅力かなと思います。オールラウンダーというような感じですね。で名前のもう根本的な名前の由来となったグラベル、一体どこにあるんだと。これ考えてみるとですね、もう全部家を出た瞬間からグラベルと呼んでもいいんじゃないかなと、思ってます。グラベルロードって想像するのはやはりこう海外のもう見渡す限り砂地がズーカーンとこう続くような壮大な景色の中をバイクパッキングをしたり、競争をしたりして砂ぼこりを巻き上げながらガーッと走るっていうのをどうしてもですね想像してしまうんですけども、そうじゃないと。いわゆるこう日本の道路環境もそれとはちょっと雰囲気は違うんですけども、確かにデコボコしてます。溝もあります。突然アスファルトがなくなるところもあれば、そもそもアスファルト整備されてなくてボコボコしたところもある。街中のこうアップダウンが激しいところもある。マンホールが雨の日は滑りますよね。ああいうのもあると。いわゆる障害物だらけっていうところを走るんだったら結構いいんですよね。ドロップハンドルでいろんなところをこう持ちながらスポーティーな見た目もありつつの、いろんな場所に対応する自転車、いろんな使い方に対応する自転車としてグラベルロードあってもいいんじゃないかなと。要するに今回の、こと何が言いたかったかと言いますと、グラベルロードバイクいらない説っていうのがあります。そんな場所どこを走るんだと、いうプロモーションの一環として、こういう走り方はこうやって使ってくださいねみたいなのはあるんですけれども、実は一番普段の生活ですとか今から自転車を始めようという方に一番ピシャッとこう当てはまりやすい自転車がグラベルロードという、自転車になるんじゃないかなというところです。はい、ということで、今回はグラベルロードバイクいらない説について、ちょっと取り上げてみました。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。